今日はみおちゃんと配信します。イエーイこんにちは。寒い。こんにちは。とてはや。そうなの、とてはなんです。どう寒い。そう、あのね、あ、映っちゃった映らんから、ね、立てやったら画角がな、うん、なんでなん、いや一緒やね、一緒なんや、うん、広さちょっと横にしたから、そういうことね、半分ちょっと待って、ボタン閉まる、寒くて上着のね、自前ダウンで早すぎね持ってきました。大阪屋でいいじゃん、ありがとうございます。そうそう、実は先日のねNHK さんで放送された我が心の大阪メロディーさんにアンダー出演させていただきました。うん、カラコンつけてるな、見えるな、なんかカラコンつけてるな、確かに反射してるからか、光加減大阪寒い、ありがとうございます。そう、嬉しかったです、見たよ、ありがとう、こんにちは。そう、めめめめめ、もうね、そう、緊張しすぎて、何が一番緊張するって、リハーサルが一番緊張するよね、わ、うん、かる、本番はなんか、そう、なんかもう、いやでも時流れるから、そうそうそう、リハーサルがね、一番緊張したんですけど、うん、もう冬やね、寒い、秋ないとか言ってたのにもう冬です、ね、秋服この前買おうたのにさ、もう着る機会なくてどうしようか思ってる、ね、私もそう、サカタンの衣装でした、よかったよ、ありがとう。今週の握手会で秋服は最後ですね、うん、緊張しすぎてなんかほんまになんかさ、どうやったらいいか分からへんけど、なんかすごいね、ありがたい位置にさせてもらって、そのだからやばい、くしゃみ、くしゃみが出そう、本当にありがたい位置にさせてもらったからこそ、なんかよりなんか自分がどう頑張らなあかんのかとか、なんかみんな風に気をつけよう自分がね頑張んないといけないなって思うことが多かったから、そうか今日も遅いか、そう、難しかったですね、でも楽しかったです、いい機会っていうか、いい機会でしたし、たくさん経験できた機会だなと思います。まだロンティーで頑張ってます。マジ？ロンティーってアウター着てないってことですか、うん、寒そう。あ、そうや、さっきリップ気づいた、うそ、いい思い出作れ、嘘、思い出作ろうみたいな、作りましょうみたいな、作るって多くなんか自分がさ気づかへんかった、なんかその時が自分がちょっとしんどかった時やから、うん、見たら作りましょうとか言ったら、あ、作る作る作ると思って送った作る作ると思って送りましたね。いや、違和感はありますよ、そりゃ、いろいろねアドバイスをもらいましたし、そのリハでありがたかったですね。服は冬の方が好きやけど、気温は夏の方がいい。両方冬やろ、今日も夏より冬が好き。無理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 、寒い、無理無理、今日でも私は、うん、もう冬やと思った、無理、全然無理、こっちからもっと寒くなるね。え、でも寒いのが好きやから、別に、え、寒いのが好きじゃ、だってさ、思ったことはない、暑い方が無理やで、全然無理じゃない、なんで、全然暑くしてって感じ、嫌 やねんけど、私あんま暑いの嫌やと思う、汗かかへん、うん、だからちゃん、嘘嘘かくけど、うん、そんな嫌じゃないです、めっちゃ嫌やねんけど、めっちゃ汗かきやから、普通に夏は暑い、暑いから、うん、すぐ汗かいちゃうから、冬めっちゃ嫌いそんなこと言わないでよ、冬嫌いだなんて、冬好きやのに、冬好き、うん、いいよ、もうそんなの分かるから
いやそう夏だって昨日の夜震えてたもん私家で。え昨日の夜すじは半袖で寝てんねんけど、ほんまにやばい。私だって体温高いんかな。おとついは半袖やってんけど、うん、でしかもめっちゃシルクの薄いやつやってんけど、うんうん、昨日アウター着て寝たから、うん、なんかやばいね。昨日から終わってんかな、全然半袖で寝てた。この世界はでもこの世界終わった。この世界は昨日から冬になった。あらでも朝は寒すぎたから上着着たで。そりゃな、そうちょっと寒かった。朝は寒い、いけるかなと思ったけどちょっと寒いかと思って上着着た。暖房ないの？暖房つけて寝るほどじゃないかな厚着すれば全然いける。なんか笑ってんねんけどこの時期でさ、うん、暖房つけてたらもうどうすんの真冬。2月ゴールデン、ほんまに来週また半袖が活躍。えまた暑なんの、ね、なんでそんなまた変な気温なの。ダウン着てんのに。こんにちは、ね、アウター新調したもん。新しいの？そう。おお、どんなん？今日着てきたやつ見てないな。今日だってトレーナーみたいな着とかやん。うん、それはもう脱いだ後やからな。うん、脱ぐ前みたいな。脱いだ後やからな、それはもう。こたつ出しました。やば、寒 い、 いね。なんか最近はハンドクリームと爪切り常備してます。うん、ハンドクリーム塗ってない、ね、そう、塗ってんね最近。いやでも昨日北海道初雪やったね。え、そうなん。多分 X で流れてきたからほんまかは知らん。うん、雪も降ってんの？でも私が見る限り降ってる動画見た。やばい、やばいよ、みおちゃん。やばい、私昨日くしゃみ20回ぐらいした。なんそんなする？うん、20回やん。しかも昨日練習して、うん、帰ってから20回、家で20回。じゃあ外でもっとしてるってこと？外ではしてない、してない。え？全然大丈夫やったのに、うん、帰った瞬間鼻むずむずしてきて、うん、それ風やん。風じゃない、花粉やで。花粉かいな。私豚草やから。あ、なるほどね。寒い。どうしよう、東京じゃない幕張の握手会、うん、やばいよね、寒いかな。コート着ていく。コート？幕張の握手会？シャム会じゃない？握手会、今週末？今週の話？あ、コート着ひん。間違えた。23かと思った。23もあるね。23はコート着る。着る？ちょっとね、置くとこなくて手持ちでやって。そうなんです。え、除雪車いる？早いね。雪？11月？カイロ持ってく？そこに当たって？うん、いらんか。自分もいらんかな。まだいいかな。今年も使ったら今年負けや。今の時期使った、うん、でもさ、ゴミ箱にさカイロの空き袋を捨ててあった今日。早くてびっくり。ぜひね、あの話し会とか今受付中の、写メ会も受付中よければ。寒い。今回が最後、シャミ会の受付。シャミ会は今週、うん、明日、じゃあ今日、今日明日のお昼、最後 D 来ました。 D やばい、今日って、ありがとう。何度ぐらいですか？今日は15度ぐらい。今日15度ぐらいちゃうん、最高気温。なんか見た気がする。怖かった。これで15度ってことは0度に近くなる2月とかはもう凍るってこと。凍らないよ。遊んでよ、自分とみおちゃん。遊ぼう。ほんまに遊ぼう。画面上から消えた。生きてます。最近の皆さんって、最近の皆さんっておかしいな。最近の人たちって何して遊ぶんですか？え、知りたい。どこ行くんですか？でも年上の人の方が多いかな、見てる人。あ、最近のって言っても高校生とか見てないか。高校生いますか？
今の時間厳しないやんな、見てないよな、うん、なんかなんだろう、手がしんどい。何して、あ、じゃ逆に年上の方たちは何して遊びますか。遊ぶっていうかご飯かな、みんな。うん、ゲードラです。やばい、ゲードラしてんの。めっちゃ小学生人集まる。いや嘘やろ絶対。どうやって集まってんの。ほんまですか、知りたい、教えて。ちっちゃい時はさ、イオンに行くことでもさ、遊ぶっていう、パーティーっていうか、一大イベントやったけどさ、うん、こうそこら辺の公園とかよりイベント、うん、イオンみたいな。けど今なんか別に行っても普通やな、なんもないみたいな、うん、スーパーな。だからなんかカフェぐらいしか思いつかないんですけど、うん、遠征ついでにディズニー行こうとしたけど友達会わずとか、うん、とか来週彼女とユニバに行くよとか。うーん、あ、ユニバ、ね、ユニバか。ユニバも確かに。車に乗ってドライブとか。服一緒に買いに行きますやって。うん、なるほどね。行ったことないかも服。私も一つも。え、なんかさ優柔不断すぎて。あ、逆やわ。逆。決めていくから一秒で終わっちゃう。うん、あ、そういうことか。うん、なんか優柔不断やから逆に人と行ったら待たせるから。私人の買い物ついてくの好きやで。あ、ほんまに。え、同じ店3回ぐらい行くけど大丈夫そう。いや別に。一回。3回行くんや。見たいお店全部行って、うんうん、もう一回行って、うん、でもう一回帰る。とかある。2回は聞くけど3回すごい。3回ぐらい行っちゃう。どうしようかなと思って。ボーリングどうやったんって来た。ボーリング？何話した？言った？言った。言った。大雨かな。言った。私ビームスで話したけど、うん、私の最高っていうか、うん、あれやな、2ゲーム目のスコア見れへんかったか分からんけど、うん、1ゲーム目は、うん、あの52です。ジョーそんな変わらへん。52です。やばい。しかも7ポンド。やったことないからそんなに。うん、そうやで。やってたらもうちょっとできる。そう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 。うん、ボーリングよりカラオケ早から。全然両方行かへん。え、カラオケめっちゃ友達と行ってた。いいね。全然なんもないわ。大体カラオケになってたわ昔は。何言ってたんだろう。基本まっすぐ帰りたいタイプやったから。え、なんか休みの日とかも基本家にいたかった。ボールが軽すぎて倒れないとか。いや、それもあるな。次は重いんでやってみます。ボール持てるだけすごいね。なんで？うん、持てるよ。力持ちやろ。ボール持ってるんだよね。両手投げじゃないで。まだこう待ってるね。あと1時間ぐらい。どこ行ってたの？学生時代どこ行ってた友達と。私は休みの日とかやったらなんか、あ、でも休みの日カラオケで。うん、放課後やったらカラオケは行かへんかな、うん、ご飯みたいな。え、逆になんか午前中に授業終わったとかやったらカラオケ行ってた。そうなんや。そう、私カラオケはもう1日使って朝から行くか。でもカラオケって言ってもずっと歌うわけじゃなくて、うん、個室やからそこで語ってからさあ歌いましょうみたいな。あ、なるほどね。一回喋りが入るってことね。そう、近況報告してから歌うかな、うんうんうん、普通に歌ってた。映画行ってた。え、全然行かへん。マジ？高校生時代ね、うん、友達と映画。私映画そもそも人生的にあんま行ったことない。マジ？でも聞いて、行った映画全部自分大号泣して終わってる。ほんまにずっと泣いてた映画見て、うん、感動系に弱いから。8期ってさ、うん、結構涙もろい人多ない？多いかも。なんかみんな泣きそう。そうそうそう、めっちゃすぐ泣いてた。うん、でマスクびしょびしょなっててマスク買いについてきておられて懐かしい。でも私も最近映画行きたいね。行きたいなと思うけど、あんまり。全然隣に知ってる人いると逆に泣いてたね。どういうことどういうこと。隣に知り合いいたら逆に泣けんくないみたいな。あ、だけど全然自分泣ける。そう、泣いてた。映画行きたいな。行きたいねんけど、もういいなぁねんけど、行きたい。はぁ、行きたいですね。いや、もう買おうとしてるもん。ひよちゃんが一番涙に強い気がするって。なんてなんて。ひよちゃんが一番涙に。え、嘘。そうか。あんま見やんくな。誰が強い。みんな。まこ。
こ、みんなあのステージ上ではマコが強いと思う。あ、確かに。みんな人の生誕で泣く派じゃない？泣いてたっけ？いや、分からん。そんな別に仲いいイメージないかも。え、そう。さくちゃんは？さくちゃんも割と泣いてんで、静かに。あ、静かに。あの松岡さんも泣いてるし。松岡さんは泣いてるな。でも弥生はあんまかな。確かに。弥生はスンとし、スンとしててからさらっとしてるって感じ。うんうん。凛としてる。わかるわかる。言いたいことはわかる。確かに。確かにね。嘘やんな、私。だって私人の生誕のスピーチで毎回全員分泣いてます。そう、知らんかってんけど。全員分泣いてますだって私さっきカレンさんの姿見て泣いてたもん。やばい。リハでそんな号泣とかじゃないけど、軽くね。号泣はあんましひんな。うん、号泣はしたことないかも。最初の頃、最初の頃はまあみんな泣くけど、うん、美咲ちゃんが一番強いじゃん。いや、そんなことないやろ。ない？え？ステージ上やろ。弥生じゃね。確かに弥生は分からへん。私は見たことない弥生が泣いてるところない気がする。一回も。確かにね。イメージね。でもイメージってあるよな。ほんまは泣いてるかもしれんけど、全然弥生泣いてるイメージない。うん、うわ、ないな。全然ないわ、そんな。じゃあ終わろうかな。また遊びに行こな。ほんまに行こう。ガールトークしような。ほんまそうやで。早く。女子会しような。ほんまに。スケジュール分かり次第送りますわ。私もランキング。ほのが読みました。じゃあランキング読みます。13位ルキさん、ありがとうございます。12位鉄板さん、ありがとうございます。11位ナオキックさん、ありがとうございます。10位タキさん、ありがとうございます。9位ミーちゃん、ありがとうございます。8位てつみやさん、ありがとうございます。7位ゆうさん、ありがとうございます。6位フェスコーラさん、ありがとうございます。5位ベイさん、ありがとうございます。4位ハートマットさん、ありがとうございます。3位ニッカさん、ありがとうございます。2位終わりなき旅さん、ありがとうございます。1位ひろみこさん、ありがとうございます。じゃあね、終わりたいと思います。ぜひ今あのオンラインお話し会とかリアルイベントとか受付中なんで、よかった。お待ちしてます。はい、アフレコしてた、いいよ。だってもう待っとくん。待っとく。ありがとうございます。13位、あ、間違えた。ジョーさん、ありがとうございます。12位ラムちゃん、ありがとうございます。お、手映ってる11位デビアンさん、ありがとうございます。10位ルーさん、ありがとうございます。またおっしゃったわね。9位ヨシさん、ありがとうございます。8位ヒゲマジンさん、ありがとうございます。7位タキさん、ありがとうございます。6位ゴーシさん、ありがとうございます。5位タダくんさん、ありがとうございます。4位カッチンさん、ありがとうございます。3位カジツさん、ありがとうございます。2位サーチさん、ありがとうございます。1位コンソメさん、ありがとうございます。イエーイ。じゃあ、ね、また公演で会いましょう。はい、ありがとうございました。バイバーイ。